国道445号は、熊本県熊本市中央区から人吉市に至る一般国道である。熊本市中央区の国道3号分岐より南下し、熊本県内の阿蘇南六から九州山地の山間部を縫って、道県南部の人吉盆地に位置する人吉市の国道219号交点に、至る延長約 142km の一般国道の路線で主な通過地は、 上増汽郡鹿島町、三船町、山和町、下増汽郡三里町さんは、八代市泉町市場、熊郡五木村、相良村である。起点の熊本市中央区から鹿島町までの約 7km 区間は、国道266号と徴用しており、鹿島町以内より実園長部である単独区間となる。また、阿蘇の南六に位置する、 山和町から三里町三話までの約 16km 区間は国道218号との徴用である。熊本市中央区から上増城郡山和町までは2の4車線で整備されており、下増城郡三里町から熊群五木村までのうち2本杉峠、五カ層を中心とした区間が未改良ですれ違いが困難な道路となっている。五木村以南はほぼ整備されているが、 人吉市街に一部狭い区間が存在する。鹿島町八大市泉町椎梅月村かしらち、川辺ガーダム事業による付け替え道路人吉市街、峠トンネル起点から、ありがとうございます。